それではよろしくお願いします皆さん、こんにちは、えー、高校教科情報におけるリブレオフィスの適用可能性の検討ということで、中央大学の EEO がお話をしたいと思います。えっと、まずはじめにですねあの、自己紹介させていただきますけれども。 えーまあ、私はあの3年前から中央大学で教鞭を取るようになりまして、それまでずっと三菱総研で働いておりました。で、えー、と今日お話しする話はですね、まあ、三菱総研でやった仕事でもなくて、中大のまあ研究でもありますけれども、えーと、ライトニングトークで大釜さんがちょっとお話しする ODPG という活動の一環で、そこに参加してやっている話でございます。 で、えっ、ー、とですね、一応あの、大学の状況をご説明しますと、えっ、ー、と、実はあの、大学ってまだ、あまあ、あの、本学が遅れてるんだと思いますけれども、あの、非常にですね、紙文化でして、えー、書各種の書類はもう紙に印刷して持っていくと。で、しかもそれぞれですね、あの、書式は非常に単純で、で、基本的にはその電子データも MS オフィスのこのフォームみたいなのが配られてるんですけど、まあ、リブレオフィスでいじってても全然問題ないと。えー、まあ、非常にありがたいなと。 えっと、例えばですね、昨今ですと、卒論なんかも、あの、あ、卒論ってあの、まともな卒,卒業論文の方の論文、卒論ですよ。<laughs> あの、今話題な卒論ではなくてですね。あの、学生も、あうちはリブレオフィスでやりました、なんていうのがね、今年一人いました。えっ、ー、と、それで、まあ、やばいのはですね、家計費の申請書ではちょっとやばくて、えっ、ー、と、どん、どんなやばいかっていうのは、ちょっとあのか、かえー、お役所の方がいるとまずいのであんまり言いませんけれども、 えーまあ、そのぐらいですかね。で、あとは、そのさっきちょっと質問をしたように、あの、最近研究費の申請あ、生産システムっていうのが導入されまして、まあ ASP で導入されたんですけど、えっ、ー、と、それが Excel の九段表を履いてきてですね、ちょっと、ちょっと厄介だな、というぐらいの問題でございます。で、えー、まあ、いろいろ専門分野はどうだ、みたいな話書いてありますけれども、まあ、あこ今日は、えっ、ー、と、強化情報っていうことについてちょっとお話をしたいと思います。 でですね、えっ、ー、と、ざっとこうやって見回してみますと、まあ、このイベントも比較的年齢層が高いのかなという感じで、えっ、ー、と、ちょっとお伺いしますが、皆さんにお伺いしますが、あの、教科情報って高校で受けたっていう方いらっしゃいますかあ、何人かあ、お若い方ちらほらいらっしゃいますね。でもまあ、ほ、ほんの数名で、えー、 マジョリティはあ、教科情報何それっていう方が、あの、おじさんたちがいっぱいいるみたいですね。えー、教科情報っていうのは、あの、10年前に高校にですね、導入されて、まあ今、昨今、プログラミングを初等中等教育からあの入れた方がいいんじゃないかなんていう話題で盛り上がってますけれども、まあそれ以前にその情報教育を高校でやりましょうということで、えっ、ー、と、高校に10年前に導入されたあ教科で、えー、あります。 なので、私なんかも実際受けてませんし、まあ、えー、一言のような話で、まあ、研究対象にしているわけですけれども、えっ、ー、と、これがですね、結構有識事態になっていて、えー、教科書をですね、後でご紹介しますけれども、教科書をパラパラめくってみるとですね、意外と、あの、MS オフィスの使い方講座みたいなところになっている状況が散見されます。で、これ、まずいよね、っていうことで、 えー、まあ、それまでですね、その ODPG の活動の中で、いろいろ、あのー、インプレスのできるシリーズを、あの、リブレオフィスでやってみましょうみたいなことをやってみたりとか、そんなことをやってましたので、えー、その、教科情報の教科書で、えー、MS オフィスではなくて、リブレオフィス、ないしはオープンオフィスで、問題ないのかどうかっていうのを、きちんと検証してみましょうっていうことをやったわけです。あれ使えない。 あすいません、えーっと。はい。で、えー、っと、これがですね、教科情報の教科書、えー、っと、全部で13冊あります。えー、実は、教科情報って一口に言いますけれども、社会と情報、あ、元々はですね、情報 A、情報 B、情報 C、あの、10年前導入されたときは、その3つの科目がありまして、で、途中で統廃合されて、社会と情報、それから、 情報の科学っていう二つの科目になってます。どっちかというと、社会と情報の方が一般的で、えー、情報の科学は少しもうちょっとアルゴリズムとかですね、そういう、えー、と、コンピュータサイエンスに若干踏み込んだものになってます。で、えー、と、13冊、えー、と、社会と情報が8冊ですね、それから情報の科学が5冊あります。えっ、ー、と、これもですね、東京の、あの、るべき本屋に行くと、教 あの、こういう教科、えっ、ー、と、高校の教科書って全部変えるんですよ。あの、本来、えっ、ー、と、高校生がね、あの、4月になって、学校で、あの、買う、4月のタイミングで買うもんですけれども、あの、1年通してこう、変える、あの、謎の本屋っていうのがありましてですね。で、そこに行って、えー、これさすがに13冊、あのー、まとめるとですね、それぞれは薄い教科書、まあ、100、 7、80ページのものなんですけど、えっ、ー、と、13冊束,束ねると結構重たくてですね、大学に運ぶの偉いしんどかった覚えがあります。で、えー、どんな人が書いてるのかっていうことをご紹介しますと、えっ、ー、と、出版社としては東京書籍さん、一教出版さん、海流道、数研出版、日本文教出版、第一学習者さんと。 で、えー、実況出版と日本文教出版さんは、あの、2種類のものをそれぞれ出してますね。で、えっ、ー、と、こんなコードネームみたいなのがついてますけれども、これ教科書の片隅に、あの、これおそらく、えっ、ー、と、情報だけじゃなくて、あの、こことか英語とか全部ついてると思いますが、これ番号がついてます。えっ、ー、と、これ以降、私のお話の中では、社会と情報は社長の301から308まで、それから情報の科学の方は浄化の301から,ら305までっていうふうに、えー、ポイントします。 で、えー、編集担当の先生方見ると、これ、あの、実はそうそうたるお名前が並んでいて、で、まあ赤堀先生とか長野先生とか、あの、こういう情報教育関係では非常に年賀流のあるですね、まぁ、あ、大家の方なんですね。で、えー、わざわざ赤で示してるのは、おそらく皆さんもご存知のであろうという先生で、えっ、ー、と、坂村健さんですね、トロンの。それから、えっ、ー、と、村井先生ですね、村井淳。 えー、インターネットの父と呼ばれる。そうそうたる名前が上がっています。あ、で、えー、っとですね、ちょっとで、後で出てきますので、この社長306って村井先生が入ってるの結構ポイントなんですね。で、えー、っと、情報の科学も同様です。えー、っと、著者の先生方ほぼほぼ同じなので、えー、省略してますが、えー、っと、こんな感じになってます。それで、じゃあですね、えー、どういう問題があるのかっていうのを、 えっと、分析するにあたりですね。え、まあ、プラットフォームに依存してる依存してないっていう問題もレベルの差があるでしょうということで、え、二つのレベルに分けてみました。一つのレベル1っていう方は非常に簡単な問題で、え、まあ、スクリーンショットがですね、Windows のスクリーンショットを撮ってるとか、え、まあ、残念ながら Windows 以外のスクリーンショットってなかったと思うんですけども、えっと、そのレベルですね。で、これはあの、後で説明しますが、いろんな えっと、ごまかしというか配慮をしている教科書もありますし、えっ、ー、と、イラストで全部起こしてるなんていう丁寧な教科書もあります。で、えー、問題はですね、このレベル2の方で、レベル2っていうのは、あのー、今回のお話の対象になっている MS Office の使い方講座になっているのはやばいよねという話とか、それ以外にもですね、特定の、まあ、プラットフォーム、まあ、特定のプラットフォームを言うても Windows のことですね、Windows で、えっ、ー、と、使える、 えー、ウ n ンドウズでのみ動作するソフトウェアを、えー、使ってますよというようなケースです。で、えー、っと、数えたのは、あの、問題の流度っていうのが、やっぱりちっちゃな写真に問題があるっていうレベルから、説明がだーっともう全部、えー、っと、MS Office の使い方講座になってるっていうようなレベルから、まちまちなので、これはもうちょっとカウント、まあ、厳密にやろうとすればですね、あの、ページのその面積を測ってとかってことも考えたんですけど、ちょっとそれしんどいなということで、 えっと、ページ単位で数えるというふうにしました。で、そうすると、えっ、ー、と、こんなザラっとですね、結果が出てきて、まあ、表で見、表で見ても、まあ、ま、えー、よくわからないというふうに思いますので、えっ、ー、と、グラフにしてみますと、こんな状況です。青がレベル1、それから赤がレベル2です。で、これ見ると、もう教科書ごとに温度差があるなーっていうのがよくわかっていて、 わかりまして。で、この辺すごく優秀なんですね。セジョンの306とかジョーカーの305なんてのは非常に問題が少ない。優秀です。一方ですね、こう、もう、要するにこの、あの、棒がこっちの方に伸びてるやつはダメダメ教科書ということですね。で、えっ、ー、と、いろいろですね、この辺、まあ、この辺でもいろんな工夫はしてるんですけど、例えばですね、えー、まあ、一応理想としては、そのプラットフォームに依存しないような説明をしたいと。 いうことで、各社努力をしている跡が見られまして、えー、これ、お分かりですかね例えばですね、皆さんここに見慣れたマークが塗りつぶされてるんですね。<laughs> それからですね、ここもですね、あのー、よく新眼で読むとこれ、Windows IP Configuration って書いてあるんですね。で、これが、あのー、ごにゃごにゃっとこう、モザイクで消されてるとか、一応努力をしている跡は見受けられます。 一方、そういう努力を全くもう放棄しちゃった、あ教科書会社さんっていうのもあって、例えばもうこれもう、え、この場がなので名指しでや、言っちゃう、こういう名詞出して言っちゃいますけど、東京書籍さんの、えっとか、もう教科書は開き直っていて、え、Windows の、ただしフリーソフトをめっちゃ使ってると。それはあの、どうも現場の声で、えっと、いろいろそういう、 お金のかかるソフトウェアは導入できないからということらしいんですけども、まあ、とにかく、Windows でフリーソフトをこんだけ揃えれば、東京書籍の、えー、教科書はよく使えますよ、みたいな。もうこれデジタル教科書の、あのー、なんていうんですかね、えー、複読本的なものをもう配っていて、で、そ、それを使うと OK、みたいな、もうかなり開き直った戦略を、まあ、取ってる教科書会社さんもいらっしゃると。 で、えっ、ー、と、今回はですね、まあレベル1っていうのは、あの、要は、まあ対処法が簡単で、えー、まあ手間がかからないイラストに起こすっていうのが一番、まああの、簡単な、あの、簡単というか、手間がかかるけど一番正当派ですね。で、ただ、えっ、ー、と、他のプラットフォームの例と混在させて、Windows だとこう、Mac だとこう、それから、まぁ、Linux だとこう、みたいな、そういうやり方も、まあやろうと思えばあるでしょうと。で、 問題は、こっちのレベル2の方で、さっきの東京書籍の話ってのは、ちょっとよくいろいろもっと聞いてみないといけないなと、ディスカッションしていかないといけないなということで、まあ、とりあえずこれを置いといて、えっ、ー、と、今日は、あのリ、リブレオフィスミニカンファレンスなので、えっ、ー、と、MF2 オフィスのその解説になっている部分が、ちゃんとリブレオフィスでできるかな、ということで、えー、やってみた結果をご紹介します。で、 えと、レベル2の深刻な瑕疵の状況としては、まあ、教科書、わーっとこう、えっ、ー、と、分布しているわけで、えっ、ー、と、それをですね、えっ、ー、と、オフィスのところに着目して、えっ、ー、と、調べてみると、ライターとカルクとインプレス、それぞれの説明で、丸が振ってあるところは問題なしです。それから、えっ、ー、と、ダッシュになってるのは、これ、そういう言及がないので、 まあ、とりあえず置いときましょうと。で、問題なのは、この三角形のところで何がしかの問題が見受けられましたと。というレベルですね、えー。で、順番に見ていきますと、まずですね、えっ、ー、と、東京書籍の社長301は、まあ、あの、Windows プラット、もう開き直って Windows プラットフォームで m s o f f i の説明に、えー、特化しちゃってるような、 えー、まあ、我々の立場からすると、一番敵っぽい感じの教科書なんですけれども、えっ、ー、と、それでもですね、実は、あの、基本的な説明なんですね。MS Office の説明、使い方の説明のところは非常に基本的なので、これ、実は、ほぼほぼ問題なかったですね。Libre Office でもやって、えー、全く問題なかったと。あとは、その、まあ、ちょっと今日はグレーアウトしてますけど、フリーソフトで対象しているところをどうするかというあたりです。 それから続きましてですね、えっ、ー、と、車上の302は、えっ、ー、と、これも大体基本的なんですけど、細かいところでいくつか問題があって、えっ、ー、と、軽くのオートフィルターで平均点より上っていうのが、えっ、ー、と、エクセルではできるんだけども、軽くではできないと。それから、えっ、ー、と、シートの参照方法の記載がちょっと違ってるよっていうあたり。あとですね、本当に細かい問題で、日付の起点がどうも違うっていう問題がある。 あの、えー、それからですね、ヒストグラム作るフリークエンシー関数の、えっ、ー、と、定義域のところも、ちょっと微妙にずれていて、教科書通りやるとうまくいかないんですね。えー、という問題が発覚,発覚しました。えっ、ー、と、次の社長303の教科書も、これも日付の問題とフリークエンシー関数の問題が出てきました。えっ、ー、と、それ以外は OK です。で、 えっと、車上303は、じゃあ、あの、お絵描きの話なんかも出てきていて、えっ、ー、と、泥系のやつでやってみると、まあ、これは許してねっていうぐらいですよね。あのー、教科書で出てきた <laughs> 花びらはこんなんで、実際に私やってみたら、んちょっと不細工かなって思いますけれども、まあまあできました。で、えっ、ー、と、車上30、さっき3ロ三だったのが305になってるのは、実は304は、 これ問題なしです。完璧でした。それから306も問題なしです。で、えっ、ー、と305も、これほぼほぼ説明としては問題ない。ただし、えっ、ー、と、これインプレスかなサウンドの関連の操作のところで、えっ、ー、と、なんだ、パワーポイントね。パワーポイントはクリックで再生っていう設定ができるんですけど、インプレスだとできませんという違いがありました。 えっと、次の307は、これもまあまあ、ほぼほぼも問題なくて、えっと、インプレスで、こういう問題があったと。一つは、ワードアートを使いましょうっていうやつで、あれはまあ、ちょ、ちょっと、かなりきび、あの、かなり苦しいんですけど、まあ、フォントワークってやつを使えばなんとかなると。えあと、スマートアートグラフィックっていうやつの説明があって、それの同等機能がないね、ということがわかりました。 えっと、308も同様ですね。インプレスで問題があって動画関係。まあ、マルチメディア関係のところがやっぱりえ弱いなと。その ODPG でやったでき,るい、えー、できるシリーズの調査の時もマルチメディア関係でちょっとずれがあるねなんて話が出ていまして、まあ、それは教科書レベルでも、高校の教科書レベルでも同様の結果が見られたということがわかります。それから続きまして、情報の科学に行きまして、 えっと、情報の科学で問題になったのは、まあ、こちらもですね、フリーソフト関連は、あの、東京書籍なんで、えっと、ジョーカ301は東京書籍さんなので、えっと、フリーソフト関連は、まあ、置いといて、えっと、オフィス関連に絞りますと、データベースのところの説明が、問題が見受けられましたと。 で、ただですね、データベースの説明は、基本的な説明で、図版に MS アクセスを使っているだけで、これは、あの、じっくりやれば、えっと、リブレオフィスのベースですかね、あれを使って多分、あの、対応、えー、それを使って教えると、もしくはそれを使って演習をするということは可能と思われます。 で問題がですね、えっと、情報の科学の302303、それから次のスライドで紹介する304が、これが非常に問題でして、えー、アルゴリズムに踏み込んでるんですね、情報の科学なので。で、プログラミングを教えようということをやっているんですが、そのプラットフォームとして VBA を使っているんです。で、これはもうどうしようもなくて、 で、まあ、そもそもですね、アルゴリズムを教えるのに VBA でいいのかという問題があります。これはちょっと新たな、やってみて本当にこれでいいのかなと新たな問題提起ということで、ちょっと別途考えたいというふうに思っています。 その他の部分ですね。表計算の細かな関数の、まあ、列挙されているものはちゃんと使えますかっていうあたりは OK ですし、えっと、先ほど同様でデータベースの解説も、まあ、基本的な SQL を使って解説しているので、え、まあ、この辺はちょっと問題ないでしょうと。えっと、情報の科学も同様ですね。え、プログラミングの解説に VBA 使っているというあたりです。 あと、あの、なぜか情報の科学304は、軽くの、えっ、ー、と、軽くの使い方、インプレスの使い方みたいなのもあったんですけど、えっ、ー、と、それは、まあ、基本的なもん、ものなので、問題ないです。えっ、ー、と、情報の科学の305、これは、あの、先ほどのグラフでね、一番上にありましたように、ほぼほぼ問題ないというものなので、これ素晴らしいというものです。えっ、ー、と、文教出版さんですね。 で、えー、まあ、ざーっと調べたらそんな感じになってまして、実はですね、たまたまこれ偶然なんですけれども、ある会合で日本文教出版さんの編集者の人に会いました。これたまたま、あの、全然違うイベントだったんですけど、たまたま会って、で、飯交換したら、あの、日本文教出版さんの方、編集者の方で、しかも担当が情報の担当の方だったと。えー、そのズバリの方に会い、会いまして、いろいろ聞,聞いてみました。なんでそういうことが、 こういや、実は我々こう調査したら、こういう状況で、御社のあの教科書、素晴らしかったんですけど、なんでこんなことが起きたんでしょうねって聞いてみたら、あの、実はね、えっ、ー、と、素晴らしい教科書の編集に携わっていたのは、まあ、村井先生とか、あの辺が関わっていて、で、聞いてみたらですね、やっぱ編集員の先生方の中に Mac ユーザーが圧倒的に多かったんですって。で、まあ、そこでいろいろその、 えっと、い、そういう先生方の、ええー、意向が反映されたと。で、ただですね、あの、その時ちょっと私も迂闊だったんですけども、日本文教出版30、社長の306と307と2つ出していて、306完璧なんですけど、307はなぜか MS Office の使い方講座っていうのが、確か付録だったと思うんですけど、ついてるんですよね。で、そこがなんでそんな打足みたいなものをつけたのかっていうのを聞きそびれたので、今度お会いするときにまた聞いてみようかなというふうに思っています。 ということでですね、えーまあ、ざっと我々がやった、えー、調査の結果をご紹介しました。で、これも打足的な情報なんですけども、あの、実はですね、今回、こうやって13冊の、あの、情報の教科書を、もう隅から隅からこうよ、隅から隅まで読んでみたら、あの、非常にいいことが書いてあります。非常にいいことというか、もう、あの、ものすごい細かい、割とですね、情報関連の基本的な、でえー、まあ、知っておくべきことが、 ほぼほぼ網羅されていて、で、えー、実はですね、あのー、まあ、これうちの学生にもね、言ってるのは、えっ、ー、と、教科じ、高校の教科情報の教科書の内容が全部理解できていたら、大学で私の講義聞く必要はないと、いうぐらいの、あの、非常に基本的なあ、割と隅から隅までのいいことが書かれています。ただ残念なのは、 あのこれもね、皆さんご存知と思いますけれども、情報の教科書、あすいません、教科書じゃなくて、情報の免許を持った先生が非常に少ないですよね。で、えー、と数学の先生が、まあ、苦労して教えられてるとか、えー、とそういうきちんと教えられる先生の問題っていうのがまだまだ残っていて、まあ、新しい教科なのでしょうがないんですけれども、えー、とそういう状況で、まあ、これは、まあ、今後に期待というところかと思います。 それから今回はその教科情報のあの普通科の情報の教科あ、教科書だけ調べましたけれども、これ商業科ですとか工業科でもうちょっとあの高度なことをやるとですね、 えーまあ、例えばあの商業化ですと、簿記検定ですかね、あれにあの対応できるようなその、えー、と表計算ソフトの操作みたいな話まで踏み込んでいくと、えー、とちょっと状況はまた今回よりも違った状況になるのかなというふうに思っていて、それは今後の課題で、えー、あります、えーと。教科書ごとに温度差があるよというのは、まあ、先ほど申し上げたとおりで、まあ、現場の事情、あの 教科書を作る、その編集委員の先生の中には、その大学の先生だけではなくて、現場の先生方なんかも入っていて、で、東京書籍がそのフリー、ウィンドウズのフリーウェア、フリーソフトじゃないんですね。これフリーウェアなんですね。えっと、フリーウェアを採用しているっていう、その理由の一つとしては、現場の高校の先生からの、まあ、リクエストがあったというような話もありますし、まあ、おそらくその VBA でアルゴリズムを教えるの、この是非の問題も、え、まあ、 わからんではないんですね。あの VBA、あの、エクセルの入ってるパソコンがあれば、そ、それで全部もう何も余計なことをせんでも教えられるかなっていうような、そういう状況が、まあ、わからないではないんですけども、本当にそれでいいのかっていう、これはちょっとじくじたるものがありますね。えー、ということで、えー、まあ、簡単ではございますけれども、我々の調査、調査結果をご紹介いたしました。はい。えー、質問ございますでしょうか エクセル方眼紙について研究されていたかどうかわかありましたかえっとね、エクセル方眼紙、エクセル方眼紙使うといいよっていうのはなかったと思いますねえー、っとね、エクセル方眼紙はあったかなご,ごめんなさいちょ,ちょっとそれはね覚えてないってことは多分なかったと思いますはい。 でも、えー、まあいろいろその辺の教える時の苦労っていうのは分かるんですけれど m s オフィスを基本にしている教科書をそのままリブレオフィスに置き換えるっていうのはあまり僕は良くないなというふうに使ってて思うんですよ。というのは機能,機能としてが全く違うものなので、えー、それ まあ、教科書がリブレオフス対応できましたっていうふうに調べてその先どうなるかっていうところの研究っていうのはされてられるんでしょうかあの我々の意図としては、えー、と置き換えるっていう提言をするんではなくてえっ、ー、とこれは別にあのリブレオフスは単に、まあ、我々リブレオフスを 使っているからというので、まあ、リブレオフィスでやっているだけであって、まあ、これだその、MS オフィスじゃなくて、まあ、なんでしょうね、キングオフィスとかねあの、いろいろありますよね、えー、とそういう他のやつでも、まあ、い,いいんですよ、よ要はその、えーと、オフィス製品、何を持ってきても、その教科書で教えられていることが実現できるような、えー、と教科書の書きぶりであるべきであると。 いうことを考えていますので、えーまあ、そういった方向に、ですねあの教情報の教科書業界っていうのもあるのかないのかよく分かりませんけれどもあの、教科書の編集、えー、教科書会社の編集担当の人たちには働きかけていきたいなっていう、えー、と提言していきたいとは思ってます、はい、そしたらその、ま、今、次のステップとしてあ提言が。はい あるという感じで、はい、はい、考え、はい、そ、それは考えてます、はい。ありがとうございます、はい。あ、じゃあ先に手を挙げられたあのそっちらの方、はい。えっとどれでしょうね。最初,最初の方、グラ,のグラフの前ですね。 こ,これでですすねねはいこれパッと見て、あの問題のレベルが何だろう、10%、1 0って、これ高いんですかね、割と頑張って排除しているようにも見えるんですが、例えば極端な国語の教科書と比べると、国語の教科書って完全にこう作品依存じゃないですか、それに比べると、なんかこう、割とニュートラルに捉えているんじゃないかなという印象を受けたんですけど、ね。ああ なるほど作品依存、確かにそうですよね。<laughs> それはそうですね、そういう観点で考えたことなかったですねあの。2割近いっていうのはちょっと多いんじゃないかっていう感覚ではいたんですけどね。うん、まあ確かに作品依存と言われれば確かにおっしゃる通りで。えー、そうですね。すいません、ちょっとそれに対する答えは。あのえー そうですねありがとうございますあの新たな視点で気づきを与えてくださいましてどうもありがとうございます。印象としては20で割と高いというのが、まあ、とあの我々はそう思ってます。何パーセントぐらい,ったらい,い,い？いやまあマセです消費税以下にはあでも消費税という程度今度10パーセント出ますもんね。<laughs> 数パーセントに抑えてみたいなというふうに思います。

えー、まあ、これもですね、あの、なんですか、初等中等教育界では非常に有名なドリトルっていうプログラム言語がありまして、えっ、ー、と、大阪教育大でしたかね、金宗先生という方が、もうだいぶ前10年、十数年前に作られたやつで、えっ、ー、と、それに言及している教科書はありました。あの、マイナーな言語なんですけど、えっ、ー、と、情報教育界ではなぜかすごく有名なプログラム言語です。 はい、あのい大変いい質問だと思います、あのえー、と情報、教科情報をその入試科目にしようっていう、あのまあ、活動されている先生方、えーと、さっき出てきた編集の,あのリストの中にも何人もいらっしゃって、えー、と今、ようやくですね、去年、今年だから去年ぐらいから、えー、と慶応のおそらく SFC だと思いますけど、えー、と取り入れようとしているはずですね。 センター試験に、えーまあ、入れたいとかっていうふうに活動されてるみたいですけど、おそらく、まあ、その結果が実る前に、センター試験が終わってしまいそうな <laughs> 勢いなので <laughs>、えー、どうなるか分かりませんが、その後の新試験に、まあ、入れたいとかっていうことを一生懸命活動されてる方は、あのいらっしゃいますやはりプラットフォームは、ね、しない方がいいと思いますね、えー、と思います。 じゃあはい、よろしいですか、はい、実際にこういう教科が導入されて学生の IT リテラシーが上がってる実感というのはありますか <laughs> ど,うど,どうでしょう、あのえーまあ、情報が、えー、と導入されたのが10年前ですよね、で私が大学で、まあ、あ教えるようになったのが3年前なので、ちょっとその教科情報が導入されて上がってるか。 どうかっていうかかいのは分かりませんでまあ実感からすると,、えー、と教科情報の影響よりももっと中学生小学生の頃からいろいろ最近もうプログラミング環境とかふ触れてる子どもたちがどんどん増えてきてるのでそっちの影響の方が強いような気がします。 あのし小学生はそうですよね、えー、スクラッチみたいなものを使って、えーまあ、そのプログラミングの考え方を、えーまあ、みんなでわーわーキャラキャラやりながら勉強していきましょうという活動が今、日本全国で増えてきてますので、えー、とそういう影響はあの昔に比べると非常に大きいんじゃないかなというふうには思,思います。 あまだ時間がある。えー、あじゃあ。 はい,、はい、いは、い,い,いはい、そいあ,あのおそらくまあらく、この分野はすごく、えー、変化が激しいので、えーっと、今作られている教科書って、多分何年か前に作られたやつで、 で、えっ、ー、と、なかなかそういうクラウドとかそういうことまで言及してるのは、えっ、ー、と、現時点のものはすごく少なかったですね。で、ただ、えっ、ー、とい、一つだけありました。えっ、ー、と、ちょっと私説明はしょっちゃいましたけど、えっ、ー、と、どれだったかな。これですね、社長の303で、 えっと、ブック、エクセルのブックってみんなで共有、まあ、ネットワークで共有して、あの、コラボレーション、あの、コラボラ、コラボレーティブな、えっ、ー、と、作業ができますよっていうことを、に触れているのはありました。で、えっ、ー、と、確かそこに、その、クラウドでどうのこうのっていう記述も若干あったと思います。で、おそらく多分次の改定では、その、 ウェブサービスで、そもそもそのオフィスみたいなものが、ウェブサービスでその、えーまあ、操作できるよというような説明も、まあ、全部入ってくるとは思いませんけど、どっかの教科書には入ってくるんじゃないかなという予想はしてます。で、まあ、問題なのは、やっぱり、あのー、なんていうんですかね、その技術の進歩のスピードと、えー、と教科書の改訂のスピードって、明らかに教科書の改訂のスピードの方が遅いので、 で、そうすると、どん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 取り残されてしまうっていう、まあ、これ、どうするんだっていう問題がありますよね。で、そこは、あの、先ほどその国語や英語との比較っていう話もありましたけども、あの、まあ、国語の内容とか、数学の内容なんてのは、そんな、あの、時代時代、時代っていうか、毎年毎年変わるような話でもないので、えー、っと、そこはもう、情報の強化が持っている宿命的な問題で、 それをなんとかしないといけないまあただそこを考えるのは結構しんどくて、えー、とちょっと我々の身には余りますので、まあ、そういうこと考えていらっしゃる先生方もいらっしゃると思うのでお任せしたいなという感じです。あととともう一つちょっっっ聞きたかったかのがあの今の小学校の中学校校中ぐらいになってくると、えー PC 使わずにほぼタブレット使っているとか、スマホを使って,るっているというのが圧倒的に増えてきているということと、もう一つあるのが、やっぱり貧富の,の差があるのかもしれないですけど、家にパソコンがないといえばだいぶ増えてきているということですね。そうすると、パソコンよりのそういう教科書だと、家であの学習しづらいという問題が出てくる。えーえー その辺は今、教科書でどういう動きになっているかなっていうのが、ちょっとあれば聞いておきたい,と思いますそうですね、あの現状は、えーと、おそらく小,中小学校、中学校、どこにもやっとそのパソコン教室が、まあ、どこの学校でも整備されたよっていう状況だと思うんですね、ここ数年の状況っていうのは。 で、それまでは、その、パソコン教室がない小学校とか、まあ、中学校とか普通にありましたので、で、ようやく整備が追いついたなーっていう状況で、もう時代はなんかタブレットになっちゃった。まあ、さっきの、あの <laughs>、え、技術がどんどん変わってるっていう典型的な一つの例だと思います。で、えー、っと、家で、その、うん、まあ、そもそもパソコン自体がなければどうしようもないんですけれども、えー、っと、そういう状況はですね、いまあ、 えっとうちの、まあ、大学生でも結構そういう状況はもう最近見られていてで、えー、家のパソコンにその MS オフィスをがまあ、えー、ご家庭の方が、えー、っとあれ結構高いので買ってないとで、えー、まあレポートを書いてくるのはリブレオフィスでもいいですかっていうのが1割弱ぐらいいますね。えー あのそんな状況ですでさらにまあそれがタブレットになるとどうなるんだっていうのはまだちょっと未知数で <laughs> えとよく分かりませんけれどもタブレットになると今度はじゃあさっきの,の VBA でプロアルゴリズムを教えていいのかっていう問題ともまたから絡んできますけど今度タブレットになると情報を利用するばっかりでそのク,リエイティブクリエイティブな仕事がしづらいっていうは問題もあってそれでいいのかっていう指摘を投げかけてる。 あの情報教育関係者っていうのは結構います。じゃ、大体こんなところでよろしいですか。はい、どうも、いろんな質問ありがとうございます。飯尾さん、どうもありがとうございました。えっと、次のですね。